北大阪電気鉄道1系電車は、阪急電鉄の前身の一つである北大阪電気鉄道が、開業時の1921年に8両製造した小型木造車体の電車である。阪急京都千里線の前身となる北大阪電気鉄道は、1921年4月1日に13、豊津間 7.6km を開業させ、豊津千里山間も、 同年10月26日に開業した。1921年4月の13、豊津間開業に合わせて製造されたのが1型で、1921年3月に1から8の8両が梅鉢鉄工所において製造された。阪神急行電鉄の37型とほぼ同一の設計であり、組み立ても宝塚線の池田車庫で行われた。車体は木造で、 全長は約11.24メートルと半球37型とほとんど変わりがないが定員は78名で37型の65名から増加している。全面窓配置は緩やかな局面を描いた平妻の全面に3枚窓を配したデザインでこれも37型と同じである。屋根は明かり取り窓のついた二重屋根で37型とは 異なり飛ぶ黒窓の上にトルペード型ベンチレーターを取り付けている。座席はロングシートである。連結器はネジ式で両サイドにバッファーを備えるが前線専用軌道であることから37型とは異なりフェンダーを装備していない。主電動機はゼネラルエレクトリック射程 GE-203P を2機搭載した。 制御機は直接制御の GEK-39C を搭載したが、37型とは異なり弱めかい、実機ではない。台車は JG ブリル車製、ブリル 76E を履き、終電装置は当時標準のトロリーポールであるが、37型とは異なり、シングルポールであった。開業から2年後の1923年、北大阪電気鉄道は、 京阪電気鉄道の子会社である新京阪鉄道に買収された。1型は新京阪の部内故障として P-1 と呼ばれることとなった。新京阪は1928年の本線の開通に先立って 1500V への昇圧が実施されるが、P-1 は昇圧工事の対象外となり、出線へ移動した。1.24の産両は、 シギエ電鉄へ譲渡され51から53となり、残る3.5から8の5両は、あたご山鉄道へ対応された。あたご山鉄道は、嵐山駅、清滝駅間の平坦線と、清滝駅あたご駅間の工作線からなる路線で、あたご山3系への輸送手段として建設された。1929年の平坦線開業に合わせ、新系半から1系の5両が対応された。 同年6月には、鉄道省監督局の指導により、神経反所属の各形式に記号が割り振られ、1型は、出派となり、同時に、車番も3.5から8から1から5に改版された。その後、1935年10月10日付で、あたご山鉄道に譲渡された。1936年製作の日独合作映画、新しき土では、 ヒロインの講師役を演じる、原節子が4号に乗るシーンが映し出されている。このシーンのロケ地は、鳥居本駅であると推定されている。あたご鉄道は、第二次世界大戦中の不要不急線に指定され、1944年に廃止となり、車両は再び余剰となった。あたご鉄道の廃止に伴い、同社に譲渡された本形式五両は、戦時統合で、 阪神急行電鉄と合併していた、元京阪の宇う線区と、京福電気鉄道の福井社に譲渡されることとなった。両社とも、あたご山鉄道の親会社である。本省では、旧あたご山鉄道引き継ぎ社及び先に、しぎえ電鉄に譲渡された車両も含めて、最上と後の本形式の動向を紹介する。1から3は、京阪電気鉄道に譲渡され、 石山坂本線で使用された。石山坂本線の沿線には南部に軍事工場が立地し、北部は大津連隊や大津海軍航空隊といった軍事施設を連絡する路線であった。従来、石山寺駅、坂本駅間の直通運転は、三井寺駅北の各駅に低床ホームを設けて路面電車タイプの車両が、 直通運転を行う形で1931年から実施された。ところが、直通運転に充当された車両が、大津電車軌道引き継ぎの老朽木造単車であった、ことから、乗客数の伸びに対処できなくなったために1944年4月から、低照車の直通運転区間を、大見神宮前駅までに短縮し、浜大津駅に仮設の高い床ホームを設けて、 ラッシュ時には、高床車が、浜大津駅まで乗り入れることとなった。輸送力増強への取り組みは継続して行われ、浜大津駅以南の各駅にも、仮設の高床ホームの建設を進める一方、高床車の増備として1945年3月に、本形式のうち1から3の3両を割り当てられ、釈迦堂車庫から、西織車庫に搬出されて入線した。移籍後の本形式は、 ネジ式連結器とバッファーを取り外した以外は大きく、手を加えられることはなく、直後の同年5月に入選した元阪急34型の5型ごと共に輸送力の増強に貢献。6月からは、ラッシュ時における高床車の運行区間を、合わず駅まで延長した。戦後も高床車の前線運行に向けた工事は、継続され、1947年1月には残る。 石山寺駅までの区間も完成し、本形式も100型とともに、坂本駅から石山寺駅までの全線、直通運用に充当された。この時点で、石山坂本線の運用は、高床車の本形式及び100型と、5.2030型のボギー車各形式をはじめとした、路面電車スタイルの各形式の運用に二分化されたことになる。 同年8月7日未明に発生した、篠宮車庫火災で、当時の京進線の主力であった50.7例型を中心に22両が被災したことから、低床ホーム区間で使用可能な車両が不足する状況となったため、20.3例型が京進線に転出、石山坂本線の運行は本形式や100型を中心に、廃車予定の単車と5型によって賄われることとなった。 それでも車両が不足することから半球で余剰となった34.35と半球1系1 4 1 5が同年秋に応援入選して急場をしのぎ、京阪の分離再独立後の翌1950年には半球1系のうち11から13と16から18の6両が転入して同系は合計8両となった。この時点で車両不足解消に 一定の目処をつけるとともに、老朽単車の全廃を実施、石山坂本線のボギー車化を完了した。また、塗色も転入当初の茶色系から、1951年までに、当時の京阪の標準色であったクリームと、ライトブルーのツートンカラーに変更されている。その後の本形式は、坂本駅の定床ホーム高床加工事完成後に、 石山坂本線の車両を14メートル級の3、扉車で揃えることになったことから、小型全廃前後の1953年8月に、全車京神線に転出し、小型であるがゆえに朝ラ主事の急行や下記、水泳客や冬季スキー客輸送用の特急に、充当された。しかし、京神線の施設改良工事が行われ、急行用に、 京阪本線から200型が転入した1954年以降は運用機会が減少し、1957年の260型登場後は、再び石山坂本線に復帰して予備車となり、翌1958年には救援車となった1以外は旧車となって、1959年12月に全車廃車された。点五の二両は京福電気鉄道二乗とされ、 福井支社の永平寺線で使用された。電装解除、台車の 1067mm 機関対応を行い、連結機は自動連結機に交換されている。軽複入線後は、電動車に牽引されるトレーラーとして運行されて、いたが1965年9月に廃車された。シギーコマ電鉄には1.24の3両が1926年8月15日付で、譲渡され、 デハ 51K51 51から53となった。3両は、その後終電装置を独特な形のワイゲルに取り替えられた以外は、大きな改造も実施されずに、同社オリジナルのデハ1型と共に運行されていた。その後、近鉄からも200型を借り入れるようになると、本形式は1950年代後半以降は、予備車的な存在となり、1959年初めには、 廃車状態で留置されていた。1964年10月の市議駒電鉄の近鉄合併以前に姿を消している。山口マスオ、阪急電車29ページ。阪急電鉄、阪急マルーンワールド阪急電車のすべて2010。阪急コミュニケーションズ2010年。34ページ。ABCDEFGHI 山口マスオ、阪急電車69ページ。 端子電圧6 0 0ト時定格出力3 7ットこの部分の記述はレールノー49によるが同号の文中ではロッケ地は鳥居本駅ではないかと交渉しているものの駅名表示が紙で隠されたりしていることから断定はしていない元々は繊維を主体とした民事工場であったが太平洋戦争末期には東洋レイオンの工場は海軍向けの 巨来製造工場となり、アサヒベンベルグの工場は、住友通信工業を経て、NEC の工場となるなど、多くが、軍需工場に転換されてしまった。大体として、元びわ湖鉄道機線の100型を改板した800型が、京阪本線に転出することとなった。ただし、高床車運用はその後も残されて、1940年に800型が全車転出すると、 京阪本線から100型が転入している。この時点では、大津電車軌道以来の単車も在籍。34.35は小型の続番である6.7 2階番。京阪での形式名は10型。1953年当時の停車駅は京阪山市なのみ。ただし1960年頃、臨時特急は同駅も通過するようになった。逆説的な使用法ではあるが、 停車駅が限られ、乗降客数の把握が容易な優等列車に、小型車を使用して、大型車を輸送力を必要とされる列車に転用している。ありがとうございます。